ウーサーのその日暮らしは、ウサギ大による日本の個人ウェブサイト。2011年には、藤野木智子によりウェブコミック化され、翌2012年にはこのウェブコミックをもとに書籍化、アニメ化された。約10年にわたり配信されている黄色い謎の生物、ウーサーとリンたちとの、この炎とした自由気ままな日常を描いたウサギ大の日記風コラム。2011年より星会社のサイト。 最前線において、富士の木ともこのイラストを加えた一コマ漫画を連載。この漫画をもとにフルカラー印刷で単行本化され、テレビアニメ化もされる。アニメと連動して、各種グッズも発売され、モータースポーツ、グッドスマイルレーシングとブラウザーゲーム、プチッとロックシュータでコラボレーションを果たしている。また、週刊アスキーでは一七から十四合併号から三。 4号まで、ウーサーとその日暮らし覚醒編集アス出張版が短期連載された。すべてアニメ版において各話のゲストとして登場正解者より発行。2012年9月10日発売 ISBN978 から40億6217万98122013年11月7日。 発売 ISBN978 から40億6218万6988短編アニメとしてこれまで第3期まで制作放送された第1.2期は5分枠で放送され第3期は1話約8分で放送放送局は各期ごとに多少の変更があるネット配信は3期すべてニコニコ動画を中心に配信されている 3次元がテレビ放送としては初めて制作元として手掛けた作品でもある。3DCG 描画を基本としながら平面っぽく一般的な 2D アニメテイストの動きで表現されている。場合によっては 2D の手書きアニメイラストも併用する。3期12話では全編デジタル作画で行っている。原作者はアニメ化の際の予防としてウーサーの配役。 主題歌の担当者、3D アニメを具体的に希望したところ、すべて叶ったという逸話がある。なお、作中では、コラボ関係として各所にマスコットキャラクターやポスターが点在していたり、ウーサー、役のミ野ノが演じた、作品関係のモノマネが登場したりする。エンディングテーマ挿入歌、挿入曲いずれも、第3期で使用。BD は、バンダイビジュアル、DVD は、 グッドスマイルカンパニーよりそれぞれ発売。2014年3月25日に、ライトノベルレーベルの MF 文庫より、アナザーストーリー、ウサギ月き相馬鏡が発売された。著者は、樋口司つかさ、構成は、杉光、原案は、ウサギ台イラストは、三輪のシ郎ウ。ウーサーの、その日暮らし覚醒編に関するカテゴリー、ウーサーの、その、 日暮し無限編に関するカテゴリー、ありがとうございます。